さあ、オープニングもやってる。オープニングもそう、オープニング変わってんのよ。今ちょっと聞き捨てられないことをおっしゃいましたけど。かっこいい。かっこいいね。見てご覧になってこんな風になってる。懐かしい。そう。あ、すごいね。やりましたよ、これ地下のスタジオ。これって、あ、そうか、もうこれでずっとやっていくんや、このコンビで。そうです、そうです。そのくじ引きやったのね。そうです、そうです。簡単に決まりましたね、それにしよう。そういや、そうやったな。そんな感じでした。アメリカザリガニの光の体ってね、お二人の声で新オープニング始まりました。あ、蝶ネクタイ変わってる。ものすごいいっぱいお持ちでしたもんね、蝶ネクタイ。え、なんて蝶ネクタイを、平井さん。俺、蝶ネクタイを平井さん。え、あれ何蝶ネクタイいっぱい、はい。あ、あの、めっちゃある、はい、ね。今ね、20本とか20本持ってるんですか。ある、蝶ネクタイばっかり。で、20本のうち15本ぐらいがスーツに合わへん。何やねん。いつ使うものなんですか。だからこういう時に使うってことですね。こういう時に使う。ああ、はい、はい、うん、蝶ネクタイ屋みたいなのを探してます。蝶ネクタイ売ってるとこ増えたよ、でもほんまに増えたよ。知らん、蝶ネクタイ。あんまり見ないですね、どっちかっていうと。いろんなあるよ、今。瀬戸物の蝶ネクタイとかもあるよ。瀬戸物の蝶ネクタイ、うん、蝶ネクタイ使うんですか。使うらしいよ。え、マジで。これ前だけが瀬戸物ってことやろ。前だけが瀬戸物で、布でこう、はあ、それ倒れたら、こけたら大変じゃないですか。こけたらパリンや。ザクザクザク。まあ刺さる方もいられるでしょう。でも蝶ネクタイしてる人ってそんなに転ぶやろ。転ぶんちゃう。そんな派手なアクション取らない人だよね。そうやろ、後ろやろ。そう、だからもう、なんやろな、普段スーツばっかり着てるからさ、うん、家でおるときはボロボロの服着とるもん。どういうこと。私服買わへんもん、ほぼ。ああ、ほんとっすか。ほんまボロボロやん。こんなおしゃれいっぱい、おしゃれ服いっぱい持ってる。おしゃれ服もう全部あげたもん。金玉もハミ金しまくるやん、家。まあ、家だったらまあ別にそんな。奥さん何も言わないの。いや、ファミキンしてんで。ファミキンじゃファミキン、ファミリーってこと。そう、ファミキンがもう上行ったやな。ファミキンやな。ファミキンだと。ファミキンや、お前は。ものすごいなんかあの蹴られたですよ、金玉を。いや、でもそんなんだってね、だって家中もう陰毛だらけになっちゃうじゃないですか。それがね、結構ホールド率が高いのよ。ホールド率あんまり抜けへんねん。ほう、陰毛が。そしたら超長くなるんじゃないですか。それがね、いつの間にかなくなった。抜けてんねん。奥さんが掃除してんのに。奥さんの多分その不満ってそこですよ。チンゲだらけだから、ちょっと。いやいや、ちょっと待ってくれ。気つけよ。チンゲだらけではない。たまたまファミキンしてるだけやん。だからすぐ実家帰られるんだよ、奥さん。そうやな、夏と冬はもう必ず1ヶ月ぐらいおらんからな。その時平井さんの生活が荒れる。ああ、はいはい。そう。もう家でずっと、今なんか主食スイカやからな。主食がスイカ。家の中にスイカ置いてあって、それをなちょっとずつ食っていくの。何ちゅう生活。カブトムシみたいになってるじゃないですか。美味しいね、スイカが。まだ1個あったかな、家に、うん。それが切れたら、じゃあ新しく。新しくスイカを入れて。スイカ好きやから。ええことやけど。そうそう、何もしてないだから、うん、もうあかんよ、オレンジ。ぐちゃぐちゃや。ぐちゃぐちゃ。え、じゃあもう今、ちょうどいらっしゃらない時期なんですか。今ちょうどいない。はあ、夏場は今これ撮ってんのがちょうど夏、8月ですね。もう8月と1月は絶対いないね。なんで8月帰んの。暑いから。冬は普通に正月のその雪が味わいたい。それはそれで好きなんよね、うん、北海道の人間ってやっぱり寒い分には全然いいっつってたな。だからもうそれはもう東京嫌やっつってたもん。いるの、いるだけで嫌やっつってた。はあ、相当っすね。うん、いるだけがいい。もうそれで東京で生活してるな。だからもう離婚したろ、もう。おい絶対がこれ来て絶対が絶対がおもろいな。自分だって東京おらんやん。もう離婚するしかない。絶対がね、ゲームの方もねやってましたけど ね、これで面白かったですよ。これも、ね、これ何だっけ、陣取り旗取りだっけ。そうそう、いわばその建物を守る側と建物を壊す側の争い。これめっちゃおもろいよ、はい、そうそう、これめちゃくちゃ。だって住民と新しい何やったっけ、新規開発。そうそうそう、そうやな。あの立ち退き業者と住民とのこう争いみたいな争いになってたよ、ね、そんな言うとったやな。そうそうそう、言ったんですよ。
住民が新しい武器も打ち出したい、はい、業者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 の反撃、こっちとしては仕事としてやってるわけですから、そう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 、やめろみたいなね、下請けでちょっと来たのに、なんか住民からもう言われのない暴力をね、怒りの攻撃このビームが壊されてますからね、そうやな、ビームがってすごい強かったんだこれが、いやこれすごいいいモードじゃないですか、うん、一番新しいやつに入ってないんですよ、えそうなの、そうです、これしびれモード、はい、しびれモードじゃないですか、この業者 VS 住民、そうそうそう、あこの戦いってこと、なんでそうなの、なくなっちゃったんですよ、こんなおもろいのに、すげえ面白かったけど、これめちゃくちゃ面白いんですけど、もうやべこっやったったやったった、ハンマーってあんなハンマーで人のこと殴っちゃいけないでしょ、うん、それは吹っ飛ぶわな、ガバーってこれ面白かったのにな、これ面白いな、いろんな武器がねやっぱ攻撃したりされたりね、でも所詮業者も今下請けで現場来てるだけですから、そうやねんな、上のちょっと企業とかに文句言われてもしゃあない、そうそうそう、そこがやっぱあの止めるものとね、うん、家を壊れるんですか、うん、俺も飯も食いたいだけどこれね242ポイントやねんて、高いものが分かんないですちょっとこの段階でしょ、分かんない何だったら何低いのか高いのか、これで業者と住民がチェンジですよ、そうやな、はい、今度業者や、業者です、こっちがな、で平井チームは住民側、中文字だったら絶対面白 い, 面白いな、これでも爽快やったね、このこう崩していく感じ、うん、もうあのだるま崩しみたいで気持ちよかった、パワー溜めて飛ぶやつもあんねんな、え空飛ぶやつ、そうそうそう、ありますあります、あとリフォームもできんねん、リフォームがあるんですよ、直すのあそうかそうか、よくできてる、住民側が直すやつ、そう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 、めっちゃ直っていくの、ボコボコにね壊すのも楽しいっていうね、新しいバージョン、俺ね柳さん破壊するのがうまかったんだよなボコーっと壊されちゃうからおいおいハンマーでやる、あ直した直した直した、リフォームリフォームリフォーム、どう考えても燃やしてんねんけどなこれすごいよくできてますよこれ、これすごいよ、リフォームめっちゃ面白いよ、ね、ビュー直してビューなビーこれ打ち合いリフォームとビームの打ち合い、ビー言うもんな、考えられんかね、オズマがねビーム探すのすげえうまいんですよ、そうやねすぐ拾ってくれなすげえとか思って、あれが、ね、あれじゃ壊せるんですかね、建物、ああそうなんだ、ね、建物ダメなんだ、建物壊せない、対人間、対人間用だこの殴られ方はめっちゃ面白い、怖い近所のおじさんが怒って、うちの家何してんだ、来るお前、来る、雷親父がハンマー持って追いかけてくるわけですから、ほら、相当壊すのうまいです、すごいな、何も分からぬままよかったです、しかし本能のなんかそれもまあなかなかいいゲームの条件っていうか、うん、あんまりこう分かんなくてもそれなりにできて楽しいっていうのが、そうでもね、分かりやすかったよね、壊すだけとか。守るっていうか、うん、なんかお互い責任のなすりつけ合いを、こういうなんか辛かったなこの時期えっということですか、何が辛いの、この時期辛かった、うん、だって、ええ、なんていうの、この仕事が全部無駄になんねんで負けたらはいはいはい、払わなきゃいけな い, い、まあね、仕事として捉えるとね、そう、俺はもう遊びに来てるって思わなあかんじゃん、そこはまあその感覚がありがたい、それはありがたい、うん、難しい、だから遊びに来てるとなると笑いが、まあ、笑いが薄くなるグラサン外すと、こいつの理由が見えにくいやからな、そんなもん初めから分かっとけみたいな、でもしょうがないですよね、しょうがないね、まあそう僕らがね壊す組ですけど、平井キム組が、うん、あれほらなほらな、これが嫌やねんって何が嫌なの、何が嫌、ほらリフォーム、リフォームな、オズマリフォームが、これすごいよなリフォームって、うん、別にリフォームっていう技じゃないよ、技じゃないですけどどんどんリフォームしていきます、このなんか時間を巻き戻すみたいな、ビッてない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 最悪やな、壊すだけ壊して逃げるまあでも壊し方にもコツがあるんですよね、やっぱそのそうやろうね、支柱をこううまいこと壊すと最短で壊せるっていう、ああはい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 、
こら辺を考えて短くこう地域住民が来る前に壊して逃げるっていう、あすごい、なんか透明にもなれるんだよ、うん、あ殴り合い基本みんななんかハンマーになってくるっていう、そうそう気持ちいいねハンマーな、ハンマー気持ちいい、ハンマー気持ちいい、すっ飛んでいく感じですよ、うん、なやったりやられたりするの、腹立つわ、お前も直しちゃうリフォームで攻撃してくるっていう、しんどい、そういうのもあった、なんか周りの敵を吹き飛ばすっていう、うれしそう、あんな好きだよ急な、あの人僕三段銃とか大好きですから、適当な狙いで効果が発揮できるっていうのも橋ね、でかいのを倒すと、でかいのを壊すと得点がでかいってことで、橋がいいんじゃねえか、あ、これね、これやばい、これはやばいっすね、ほら、前回倍ぐらい取ってますから、お前すげえ、うまくなってるっていう、ここで勝たないとまずいっていう決勝ですからね、そう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 、じゃあ何いやこれうわー思い出す、これおもろいなやっぱり、俺だって見ててちょっとやりたくなってきてもやりたくなってる今、うん、ちょっと新しいのはダメなんですよ、そうなんだ、もう古いやつじゃないと、ああ相打ち相打ちお互いハンマーで殴り合ってカウンター、カウンター相打ちなんかあんねんな、怖い、そうそうそう、あ来た、来た、ビーム、ビームおじさん来た、ビームおじさん、ビームおじさん、いや近所の子供からそう呼ばれてるんだよビームおじさんって、結構あれやんな、最先端の、そうですそうです、あそれもやられちゃうんだもう分けるわかんない切れ方してる、俺言うといてくれよそれめっさ言うてるわだゲーム常識がないからね、言うといてもらうと分かる、でも新事実はどうやら潰されるの、なかったら潰されちゃうんだ、こう橋をね狙ってやっぱりこれがでっかいものを壊しとけ、これはでかいよ、得点を一挙に、橋やばい、橋やばい、橋やばい、これオズマが橋壊せ言うと、そうそうそう銃持ち出しましたね、ついにはこの爆弾を置いて一気にみたいな、うまいな、うまい、うまい、ああもうねもう絶望のあまりもうこんなことだよ、そうそうそう、こんなことだよ、もう愛人にやられるぐらいならもう壊すな、自ら壊せ、自らもうリフォームあったもんね、直しとけみたいなね持ってた、持ってたんだって、そうやな、勝てたかもしれないのにって、ほんまや、人間やけくそ起こすとろくなことはないよっていう、センサーを稼働、そうそう、持ってたよ、教訓混じりのね、黙々と壊してますからね、これ楽しいっすよ、壊す作業すげえ楽しいっすね、たぶん自分に向いてると思ったから俺黙ってるもん、いやいいゲームだなこれ、面白い、最初とはちょっと言い難いけど、うん、でもまあ大妻がうまいね、そうですね、うまいですねゲーム、チームの人も言ってましたけど、こうしてみるとうまいな、なんやろ、この時思ってたのは今やから言うけど、うん、勝ったら大妻のおかげ、うん、負けたら俺のせいで如実出てたからほろほろほんまにいつもは逆言いたいけど、ほんま心の中で思っとった、はいはい、これは今度は平井さんがバンっていうね、そう、はい、あこの時あったな、懐かしいな、この後なんかチョコレートみたいな、チョコレートみたいな最後に変わんないけど、はい、ゴディバみたいな最後に変わんない、これはでも僕とオズマンも気軽なもんでした、別に払わなくていいっていう、まあね、それがな、それが伝わってきた時どんだけ残念それでいけやって後の方からなんか二口がついてる、そうだね、そらせだって必死にならへんねんそらあかんで、はっきり言ってまあいいかっていうね、そらあかんで、そら追い詰められたら自分から壊しちゃうっていうお金な、いやでもね、うん、俺この時思っとったら平井さんってすごいなって思った、うん、俺本気で嫌やってお金取られて、ああお金が、はいはい、平井さん意外とね、はい、ほんまにこうやっぱ機械の体愛してたんやなって思うわ、別にそんなんじゃないでだってあんまり嫌そうちゃうじゃん平井さん、あら本当ですか、もうくさーって出さへんよ、もうネットで書き込むぐらいやろいいっすよ、なんか直接言ってほしいんですかそれやったら言うせめて
この頃からもう書き込んで、モルズマの写真に熱湯をかけたりとか陰湿っすね。電話番号でっかい声で叫びながら渋谷歩いたりとか俺バイク乗りながらなんで取られなあかんねん